どうも、吉本プラモデル部副部長の九太郎でございます。はい、今回はですね、はい、こちらクリリンです。はい、こちらね、素組み、してどういうものかというね動画でございます。はい、というわけで、まあ、新しいキットではないんですけども、あのモコンちゃんの企画でですね、使おうかなという、まあちょっと結果どうなってるかまだわからないんですけど、とりあえず、素組みしてみたいなということで開けてみましょう。赤、はい、あんなですね、これがあって、これクリリン本体は、このランナーですね。そして、こちらが、はい、ドラゴンボールキットではおなじみの、攻撃するやつですね。飛炎山とか、飛炎山ですよね、合ってますよね。とかこれとかね、はい、そしてそれを浮かせる台座もついてるということでございます。はい、というわけで早速こちらの方組み立てていきたいと思います。はい、まずは頭が完成です。クリリンっすよねもうクリリンですよすごいなぁ。こういう感じで、はい、で顔パーツがこうやってこの横向いてるのと口閉じてるのと3パターンですよね。これはまあ、この後頭部は1個しかないんですけど、顔前は前面は付け替えられると。でまあね、合わせ目とか消したかったらもう1個に絞るしかないですけど、まあ普通に、あ、ただ遊ぶだけだったらいろんな付け替えができるということですね。うん、素晴らしい。そして次はボディでございます。はい、ボディできましたよ。はい、ボディもね、あのまあきっと、まあまあまだこれからなんでもないですけど、ここお腹とか動くんでしょうな。うん、で今回ね、もう合わせ目とかね、もう消すつもりがないんで、あの塗装どうするか分かんないですけど、シール貼ったんですよ。すごいですよこのシール。もうこ、あの貼ってシワがあるんで、この綿棒でねコスコスやってシワに合わせてもグリグリこすったんですよ。しっかりくっつくんですよね、このシワの中に食い込んでくれるというか、シワの中に食い込んでくれんすよ。伸び伸びジーンズじゃないですけど、なんか伸び伸びシールみたいなノリなんかな。すげえいいよこれ。こういうのってデカールしかできねえと思ったんですけど、シールでもしっかり、だから艶消しとか拭いちゃえばもう別に俺違和感なくなると思うんだよな、ウォッシングとかすれば。そうなんですよ、そういう遊びですよね。だからガチで作らないでお手軽にどこまでカットよくできるかというか。はい、そうしました。次腕ですね。はい、腕が完成です。はい、結構稼働しますんで、はい、まあ、あの手もねグーとこれがついてるんで、これがね、はい、そしてまだこれからなんですけど、これもついてるんで、はい、いろいろと遊べそうな感じですね。はい、さあ次が足ですね。足ですね、はい、こういう感じでだいぶ曲がる、だいぶ曲がりますね。こんな曲がるんで、はい、いろんなポーズが期待できそうです。はい、そしたら腰ですね。はい、腰ができました。この帯ですかね、この腰巻いてるこれのここが動くという、はい、というわけで、全部くっつけていきたいと思います。ボディに頭、はい、そして肩のねパーツあるんで、これにこ
そうですね、はい、こうなると、おお、いいね。役もこうなると、はい、足、こういうことだ。すごい前悟空作った時よりも全然、背は小さいですよね。はい、こういう感じで、まあクリリンが小さいってことですね。さあこっからですね、いろんなポーズができたり技があったりするので、そちらをちょっとやってみたいと思います。はい、手が、このね、グーを取り替えてこっちにして、こうですよ。はい、こうすればブフってこう出るわけさ。横にするとこんな感じですね。すごいっすよね。でこれもでも台座があるんで、こうお互い立たせられるということですね。ボフってことですよ。はい。でこの肩がね、またこう前に出てくれるので、こうやってこうやってこのポーズができるということですよね。素晴らしい。そして次がじゃあ紀元山。はい、見てください。ちゃんとこうやって、はい、すげえな。そして、緊急停止コントローラーですね。はい、このように緊急停止コントローラーということでございまして、うん、これはもう表現的にはもうこれ持ってるリアルな感じ。この顔も変えたんですけど、すっごいね、すっごいと思ってるんですけど全く覚えてない。ドラゴンボールのこの内容、これが、この緊急停止コントローラーが何だったんだっけなっていうのも全く覚えて、読んではいるんですけどね、一回全部あまりにも小さすぎて、子供だったんで、子供何歳ぐらいだったっけな、結構前だったんですけど、ジャンプでは全部ね毎週連載で読んでたんですけど、まあ覚えてないですよでもこれすげえよ。はい、ということでこういう感じでございますね。はい、というわけでいろいろ、なポーズができるということでございます。はい、とにかくね、このバンダイさんのフィギュアライズスタンダードですか、他にも出てますけど、ウルトラマン、仮面ライダー、いろいろ出てるんですけど、まあドラゴンボールシリーズはね、もっといっぱいいろいろ出てますけど、皆さんもよかったらね、作ってみてはいかがでございましょうか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。